張飛、芝居、本多忠勝、いずれも名将と呼ばれる彼らは己の子にさらなる高みへ登ることを求めていた。そのために何をするか、芝居の発案により今子女たちは躍進の機を得ようとしていた。今より親子対抗の模擬戦を行う。こちらは一切手を抜かぬから、そのつもりでかかってこい。だってよ。とてつもなくめんどくせえ。この大変な時期に父上たちも何考えてんだか。きっと芝居様には深い考えがおありなのでしょう。父上たちとの真剣勝負、今は楽しみです。発案者は芝居殿、張飛殿、忠勝殿。俺は場違いな気がします。帰ってもいいですね。そりゃダメだって。お前は子供側の大将に指名されてるんだから、きっと俺らの戦いを見守れってことだろ。わかりましたよ。なぜ俺があなた方の親子対決を見物しなければならないのか。親と模擬戦をすることになる。俺たちがたるんでいるとでも思っているのか。だ、やるからには最善を尽くすのみ。全軍、本陣に迫った敵を蹴散そう。子供たち一人でも敗走したら負けだってよ。めんどくせえ決まりだな。消えるがいい。俺は徳川を代表する一番だ。なぜそんな総大将に据えるんだ。仕方ねえだろ、向こうのご指名なんだから。ま、私が直政ならきっと大丈夫だって。集中、勝負決め。敵の総大将はどなたなのでしょう。さあ、あの忠勝を従えてるくらいだ。きっと雲つくような大男だよ。めんどくせえ。長年磨いてきた知略、味わうがよいぞ。やにやる覚悟を成功。私は聖者の盾に。
勝者とまみえるは誉れ。はい、消えればいい。前進だな。そうよ、ここまで来るがいい。お前がボングでないことを父に示してみよう。一撃を。ご機嫌そうで何よりです、父上。俺が行かなきゃなんだよ。消えればいいわ。まさに武人の極みですね。そこまでやるとは思ってませんでしたよ。ビビってんのか。突っ込んでねえで、とっとと出てきやがれ。言ってくれるじゃねえか。よし、親父の目の前で大活躍してやる。敵将、打ち取ったわ。みんな出陣します。たとえ敬服する親が敵であっても加減はしません。武将とは名乗るなかり。いいぞ。相手は父上だ。手を抜いたらバレる。めんどくせえけど頑張るしかないか。武将は実力を出し惜しむ悪敵だ。この一歩で本気を出させたいもの。いや、玉場。罠の一つや二つはあるよな。あの父上だもん。こいつらを無視するわけにはいかねえか。めんどくせえ。俺は縁飛と張飛を超えてみせる。それが本当の親孝行ってもんだろう。興味ねえ。いい顔してやがる。あいつと戦うのが楽しみだぜ。やった。インコに出るのかしら。それはいい機会です。父、イナの成長した姿をお見せしなければ。フルカ、イナ、この忠勝をたぎらせてみせよう。我が策では止められなかったか。その調子、その調子。
打ち取ったわ。大差の違いだった。私は親父はあの門の中だ。よし、俺の活躍見てろよ。やるな、ショウ。少しはやる気が出てきたか。そういうわけじゃありませんけど、ま、お褒めに預かり光栄です。失せろ、逆に不審か。なぜお前が来るのだ。あら、それはもちろん旦那様のその顔が見たかったからですよ。その戦いぶり見習いたいです。おお、ここまでたどり着いたんだ。ならばショウ、本気で私を倒してみる。お手柔らかにお願いします。ショウ、チーム。なかなかやるじゃねえか。ここまで成長してやがったとはな。どうにもならん。素敵です。突撃や感服いたします。父上、もしかして手加減しました？生意気なことを言いよって。だが、まあいい。お前の力よく分かったぞ。着実に参ろう。私は次にやる。私は着実に参ろう。皆名だたる将と戦い誉れを挙げて、総大将という俺は本陣にいなければならない。歯がゆい。そして責任が重くのしかかる。王者様はいつこのような重圧を。
私がダメなのだろうね。この父あまり見くびらない肩を並べて戦えるんだぜ。私が出る。その戦いぶり見習いたいです。いいな、参れ。はい、父上、正々堂々参ります。加勢されるおつもりか。拙者手は一切抜きませぬが、よろしいか。それでこそ戦う。三河武士の戦、異国の雄に見せつけようぞ。私が出る。勝てるはずがない。好きにやる。イエル様。
固くならずともよい。その姿のお主の力を見ておきたくてな。はっ、私が出る。突撃。この名を虎殿とやり合うことになるなんて厳しいが、諦めるわけにもいかねえ。打ち取る。負けました。おおすめん。子供たちはみんなたくましく育ってます。やった、俺たちの勝ちだ。終わったと思ったらどっと疲れが。みんななかなかやるではない。ほらの成長まことに執着。次は実戦にてその実力を測ら。実戦？何言ってんだよ。もうこれで終わりだろう。やっ、私が出る。ヤスらは仲間で起こし疲弊しているぞ。ものども壊し尽くしてやれ。そういうことかよ。こうなったら全員で迎え撃つしかねえな。北の敵は我らが葬る。行くぞ将、気を抜くなよ。わかりましたよ父上。めんどくさいことになったな。てみよ。南の敵は私たちが射抜きます。父上、参りましょう。よかろう、今、侮る目を。じゃあ俺たちは東の敵か。一番怖いとこじゃねえか。一見玉松だ。まあいいじゃねえか、親父。俺たちの武勇、見せつけてやろうぜ。思ったのですが、やはりいい剣、先人が似合いますね。ラオマ様そう言うなら、私たちは敵の本陣を突きましょう。家康様の戦、しかと心に刻みました。母上、いやーお強い。父上を尻に敷くだけのことはあります。大無理さり、苦しめてやろう。やったー。私しかし息子に乗される日が来るとはな。手加減しといて何言ってんだよ。今の戦いっぷりが本気の演技と調子なんだろ。けど親父の本気、いつかは受け止めてみせるぜ。楽しみに待っててくれよな。母上、敵の本陣はあちらです。どうしました、何かがついていますか。何でもないです。やるやる、いつの間にか背中が大きくなったな。いつも俺の前に母上の背中がありました。きっとその背を越えようと精進したからでしょう。次は負けぬぞ。素敵です。リナ、感服いたします。Yeah!
自慢の娘だぜ。こんなところで負けちまうとは。北も南も東も全滅。俺が出るしかねえのかよ。どうじゃ。ここで口当てろ。手が共に落ち落ち。戦だったからな。勘違いしても仕方がないか。誰一人失わず完勝だったな。ただ親を超えられたかは微妙だが、まあそれならそれでいいんじゃないか。焦らずのんびり成長していこうぜ。いかがかな、ナオトラ殿。私が計画した親子の模擬戦の感想は、肌で息子の成長を感じられたのではないか。はい、すっごく感じました。ナオマサのかっこいいところも見られましたし、それにそれに。母上、あまりウキウキしないでいただけますか。恥ずかしいです。いいじゃねえか、直政。俺たちみんな、親父たちや妖魔相手に一歩も引かなかったんだぜ。そうです。腕輪の力を使う直虎様とも戦えた。この戦は私たちにとって貴重な経験になりました。おめえらの成長が見られて嬉しいぜ。親としてこんなに誇らしいことはねえ。忠勝、こいつは一杯やる流れじゃねえか。張飛殿のお誘いとあらば、子らの成長を祝して一献傾けよう。じゃあ俺もって、冗談ですよ父上。そんな怖い顔しないでくださいって。戦場を混沌。